カールは様々なプロトコルを用いてデータを転送するライブラリーとコマンドラインツールを提供するプロジェクトである。カールプロジェクトはリブカールとカールの2つの成果を生んでいる。リブカールとはフリーで使いやすいクライアントサイド URL 転送ライブラリーであり、2013年10月、現在、リクとファイル、FTP、FTPS、ゴファー、HTTP、 HTTPS、ロードアップ、ロードアップス、SCP、SFTP、テルネット、TFTP のスキームをサポートしている。二千十年二月九日のバージョン七点二零零以降は、IMAP、POP 三、POP 三 S、SMTP、SMTPS、RTSP もサポートしている。リブカールはまた X 五百九証明書、HTTP p o s http put, ftp アップロード、ケルベロス ,http のフォームによるアップロード、プロキシ、http クッキー、ユーザーとパスワードによる認証、ファイル転送のレジューム、http プロキシトンネリングなどをサポートしている。リブカールは移植性が高い。リブカールは複数のプラットフォームで同じようにビルド、稼働させることができる。 そのプラットフォームには以下のものを含むソラリス、ネトブスド、フリーブスド、オパンブスド、ダーウィン、HP、UX、X、トゥルー64、Linux、ユニックスワヤ GNU ハード、ウィンドウズ、アミーガ、OS、2、ビス、マックス、ウルトリックス、QNX、オパンベムズ、デスク OS、ネットウェア、ドス、シンビアン、オセフ、アンドロイド、 Minix, IBM, TEPF 等々。リ i カ c a r はフリーであり、スレッドセーフであり、IPv6 コンパチブルである。機能は多く動作は早い。ソフトウェアプログラマはリ i カ c a r を彼らのプログラムに組み込むことができる。40以上のプログラミング言語でリ i カ c a r のためのバインディングが提供されている。c a r は URL シンタックスを用いてファイルを送信、または受信する。 コマンドラインツールである。カールはリブカールを使うため幅広いインターネットプロトコルをサポートする。サポートしているプロトコルは全校参照。ダニエル・ステンバーグは1997年にコマンドラインインターフェースで http、ftp、コファ a その他多くのプロトコルでファイルを転送するための方法としてカールを書き始めた。その他複数の人々がプロジェクトに 重要な貢献をしている。カールは MIT ライセンスに基づき配布されている。カールはフリーソフトウェアである。カールの基本的な利用法は単にコマンドラインでカールの後に取得する出力の URL をタイプすることである。example.com のホームページを取得するには以下のようにタイプすればよい。curlwww.example.com カールはデフォルトでは取得した出力をシステムによって特定された標準出力に表示するようになっている。従って上記のコマンドを実行するとほとんどのシステムでは ww.example.com w のソースコードがターミナルに表示される。カールは以下のようにオーフラグを用いることで取得した出力をファイルに書き出すことができる。 curl-oexample.html、e e. www.example.com これは www.example.com のソースコードを example.html という名前のファイルに保存する。出力を保存するとき、カールは出力のうちどこまでがダウンロードされたかを表すプログレスバーを表示する。注意、カールは 出力をターミナルに表示するときには、プログレスバーを表示しない。プログレスバーが出力の表示を妨げる可能性があるからである。出力をオリジナルのシステムと同じ名前のファイルに保存するには、オーフラグを用いる。カール O。その他にサポートされているフォーマットなどは以下のものを含む。ダニエル・ステンバーグは600人以上の助けにより、カールを書いた。 著名な貢献者は、ダン・ファンドリック、ヤン・シートである。配布物の中のサンクスファイルは、すべての貢献者の名前を挙げている。カールの著作権は、ダニエル・ステンバーグに所属する。2019年2月にダニエル・ステンバーグが、ウルフスルに加わり、ウルフスルがカールのサポートとコンサルティングを開始した。ありがとうございます。